無視だ。この空と広い大地の中、その中でずっと光る幸せ、僕の腕で掴む。はい、それでは皆さん、あれですよ、YouTube ライブだな、今日は。YouTube ライブをやりたいと思います。それで、今日は何日かというと、ちょっと待ってね、紙だと思っちゃったかな、これだな。今日は2020年の5月8日土曜日と、こういうことでね。まあ、5月も8日過ぎたと、こういうことだね。土曜日ということで。で、ここはどこかというと、その愛知県だね。愛知県の春日井市というところです。春日井市は人口が約30万人。はい。それから、名古屋市と岐阜県の、多治見市というところの間にあるわけね。こう斜めに。まあ、どっちか言うと四国の形をしてる、ね。こうなんか、ひょうたんみたいな形。で、まあ、ここはその真ん中辺。ちょっとこう、くぼんだところ。その辺にある。で、この、まあ、四国のような形したところの端っこから端っこまでが、首都なんていうの、JR の、中央線というのがあってね、電車が走ってるわけね。それで、その、駅が、上高寺。もう一つあったかな。上高寺だと思うけど。上高寺、構造寺、神領、春日井、勝川と。
というふうに駅があるわけです。それが春日井市ということでね。で、まあ、大体、電車に乗ると、名古屋の、まあ、ほぼ中心の駅まで、まあ、30分ぐらいかな。だから、皆さん、こう、名古屋に通勤してる人が多分多いね。まあ、それ、で、大学があるんだわ。中部大学というのがね、春日井市にあるんだけど、もう今から20年ぐらい前は、中部工業大学って言ってたんだ。工業系の大学だったんだな。ところがさ、いつからかは知らないんだけど、中部大学という、まあ、いろんな学部のある大学に変わって、工業系からまあ総合的な大学に変わったと。こういうことでね。まあどうでもいいんだけど。それで、どうも学生が5000人ぐらいおるっていうんだな。ものすごいでかいよな。で、神寮というところの駅があるんだけど、JR の神寮ね。で、神寮の駅を降りて、まあどうだ、100メーターぐらいかな。100メーターぐらい、北の方に来たところにバスターミナルがある。まあ、ちょっとしたバスターミナルね。そこに学生が来て、で、バスに乗るわけね。朝ね、見てると。で、バスがもう次々と出発しておるんだ。もう、バスが並んでるわけね。で、もう乗ったら出てく、乗ったら出てくって。で、多分、バスは15分ぐらいでね、大学に着くと思うんだけど、で、その学生を降ろすとまた、駅に来て、で、もうとにかく、まあ、ピストン輸送みたいな感じで、学生を、運んどるんだな。で、そこはね、大学だけじゃないんだよ。高校もある。で、中学校もあるかな。短大もあるかもしれない。ちょっとよく知らんね。で、まあそういう、だから学生がいっぱいおるわけね。大学生だけじゃなくて高校生もおると。それから、教職員っていうかな。そういう人もおるわけ。まあそういうことで、とにかく神寮っていう駅は、そうだな、8時半ぐらいかな。ものすごい、この広い通路があるんだけど、通路ね。そこいっぱいね、ゾロ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 と、学生が歩いてるわけ。もう向こうから来れないぐらい人が歩いてるわけ。一方に。まあそういうすごい。で、その人たちがさ、まあ年間いくら金払ってるか知らんけどさ、まあ自分は大学行ったことないって知らんけどさ、まあね、すっごいお金だな。で、また国からも来るでしょ。補助金みたいな形で。だから大学はやめられんだな。儲かるって。儲かるっていうか、まあ、現金収入みたいなもんだからな。だけど、これから、まあ、日本はいかわな。人口減ってくでさ。もう今多分保育園が苦しいわ。保育園がね。で、この次は小学校、中学校、高校、大学というのは、だんだん苦しくなってくる。減ってくるもんだ、こうね。人口が減ってくるもん。で、最後は、バタバタ倒産するんだ。大学も相当倒産するんじゃない。もう、町の大学は、もう学生集まると思うけど、もう、地方の大学なんか、学生集まらんでしょ、きっとで。知らんけど。おそらく、まあ、募集しても来ないと思う。まあ、わからんけど、ね。まあ、よく、大学のことはよくわからんと知らんけど。まあ、そういうことで、何を言っとるかな。それで、これね、今日は片付けとリサイクルのチラシね、露天商のチラシというかニュースだな、ニュース。そうそう、ニュースナンバー2っていう、1号じゃなくて2ね、作りました。これね、まあ、急いで作ったけど、まあ、そこそこね、感じがいい感じにできたけどね。あれ？ちょっと待って。B じゃない。A4で作りました。今日は朝5時ね。朝5時にコンビニに行って、コンビニでコーヒー飲みながら作りました。
これです。ちょっと映るかな。あ、これぐらいで入るな。こういう風でね、まあ、万年筆で書いたんだけどね。まあ、本当は万年筆はあんま良くないんだけど、まあ、いいやと思って書いて、これナンバー2ね。片付けリサイクルニュース、不要品片付けますって、こう、題になってる。まあ、これで、まあ、いろいろ、露天商の予定とかね。それから、まあ、片付け仕事やるから、見積もりさせてください、というような、ニュースになってる、チラシね。まあ、これを、まあ、名刺代わりに配る。で、それから、これはね、笠寺観音っていうところで露店を出しとるんだけど、六のつく日ね。六のつく日に出しとるんだけど、今度この笠寺のその観音さんで、この6月の5日夜ね、夜というかまあ午後3時から夜の9時までだけど、夜店をやるっていうんだね。で、その、これが、笠寺よ、よ一実行委員会っていうところの、まあ、ポスターみたいなもんだけど、まあ、出店してくれっていう話があったもんで、出店することにしたんだから。で、したのはいいんだけど、まあ、したのはいいんだ。まあ、いいんだけど、その古物商のおじさんが、まあ、夜なんか嫌だっちゅう。夜なんかめんどくさいで嫌だ、疲れるだけだって、要するにその売れないだろうっていう話ではそんなにね。人もあまり来ないし。まあ、じいさんばあさんが孫連れてくるみたいな話で。まあ、それは金魚すくいとかさ、ラムネとか、バタ菓子ぐらいやったら売れるかもしれんけど、その我々のやってるそのちょっと、日用雑貨はね、売れないだろうと、こういうことなんだけど、まあ、それに夜は嫌だって言うんだ。まあ、年齢も年齢だからさ、それは無理ないよな。でね、まあ、嫌だって言うのに無理に連れてくるわけにいかんから、まあ、しょうがないで、もう自分たちでね、まあ、やろうと。自分っていうか、要するに自分ね、自分とそれから名古屋に知り合いが何人かおるわけじゃん。何人かね。で、そういう人たちが、家にある不用品を持ち寄って、それで、嫁た資格ぐらいのところに並べて、で、売って、その、売った費用は、まあ、持ってきた人が持って、お金は持って帰れっていうような話で、まあ、出店費用が2000円なんだ。1回ね。うん。で、その、まあ、それは2000円はぐらい、まあ、自分が出してもいいからさ、やるんだけど、そうやってやろうと思って。まあ、いらんようなもん、例えばね、こんなもん売っちゃったら怒られるけどさ、これ、なんていうの、三重県の大台町の、天さんっていう、居酒屋さんのママさんがくれたんだけどさ、いや、ほこりがついちゃったな。ほこりっぽくなっちゃった。まあ、これを持ってて売るとかね、まあ、これだったらどうだろうな。1000円ぐらいで買う人がおるしね、これ。まあ、いや、これは売らないよ。これは、天のママさんがくれたんだけどさ、大事に取っとかなきゃダメだけど、ほんで、まあ、どういうものを売るかっていうと、まあ、例えばだよ。まあ、たぶん、ちょっと、まあ、この辺見当たらんけどさ、まあ、いろいろあるわな、いらんやなものが。で、それを持っててみんな持ち寄ってさ、4人ぐらいに声かけてあるんで、で、並べてね、売ると。いうことで、で、物はあるけど人間がいけれんっていう場合があるじゃん。物は売るようなものはあるけど、家にあるけど、その時いけれんって言ったら、じゃあ、取り行くって言って、取り行って、代理で持ってきて売ると、こういうこともやろうと思った。あるんだ、みんなね、部屋にね、なんだこれ捨てるにはちょっと惜しいしね、誰か使ってくれる人がおりゃ、ただでいいよみたいな話になる。それあるじゃん、そういうのは。で、そういうのを持ってきて、そこに並べてさ、売ろうと。まあ、要はね、お祭りに参加するという、そういう考えな。夜祭りに参加するという、そういう考え方で、ね、やろうと思って、うん。で、それが、6月の5日、第
第1土曜日。だから7月の第1土曜日もあるわ。8月の第1土曜日も9月の第1土曜日もある。多分、10月はどうかわからんけどね。まあそういうことで、でね、どうもね、聞いたら、もし雨が降ったら、次の週ね、5日に雨が降ったら、5に7足すと、12日か。12日にやると、こういうことなんです。そういうふうにするようなことを言っとったな。それから、夜祭りなんかね。前行ってみたらね。夜祭りにしちゃうわけだ。で、歌手ね、歌う人、それから踊り、ダンサー、踊る人、それからなんか漫才とかね、大道芸をやる人を来てほしいと言ってて、今、なんていうの、交渉してるらしい。そういう、芸能事務所みたいなとこに、あれじゃないの連絡して、いくらでやってま、で、予算があるからさ。だから儲からんわな。2000円でさ、各店から2000円と知れとるじゃん、そんなもんね。だからどうなる知らんけどさ。まあ、とにかく参加します。まあ、そういうことで、まあ。それから、明日ね。明日は、露店出します。どこに出すかというと、中村公園。これ名古屋市の中村区っていうところにあって、中村公園。というんだけど、神社があって、お寺ね、豊国神社っていうところがあって、そこの参道なんだ。まあ簡単に言うと参道。ここに、露店を出すと。こういうことね。明日ね。だからまあ、6時半までに行かなかった。ちょっと忙しいな。で、明日は、この YouTube ライブは多分、できん。なんでかっていうとね、名古屋市内で、飲食店がさ、8時で終わるんだ。ね。だから、マクドナルドとかさ、それから、スターバックスとかそういうとこあって、Wi-Fi が使えるとこあるの。あるけど、8時で終わる。だけど、この YouTube ライブは8時に始まる。だから、あかんじゃん。それに、まあ、音がね、結構、店の中のね、音がやかましいんだわ。だから、声が入らないんだ、こういうふうにね。だから、まあ、そう無理してやることはないだろうっていうの話でさ、もう、それでなくても露店で疲れるんだ、露店っていうのは結構、何と言って大したことやってないんだけど、まあ、おらなあかんでしょ。だから、結構疲れるんだよ、ね。だからもうね、そんな、帰ってからね、YouTube ライブやりましょうなんていう気にはならんわ、本当に。まあ、ちゃんとしたさ、Wi-Fi があって静かな環境がありゃいいけど、それがないから。まあ、知らんよ。まあ、探しはあるかもしれんけど、まあ、自分は知らんからさ、そういう場所を。だからね、それで、スターバックスにしても、マクドナルドに、しても1時間で切れるわけで電波が1回1回で悪いことにマクドナルドは切れてから10分か15分ぐらい繋がらんようなとこになって、だから1時間経つと切れます。でそれから10分か15分ぐらい経つとまた使えるんだ。ところがそのスターバックスはずーっと1時間ぐらいやって切れるんだ。だけどすぐ繋げるとまた使えるっていうことになってるんだけれども、一旦切れる。でね、コーヒー店で、タリーズだったかな。タリーズとかね、そういうところはね、ずっと使えるところあるの。あるね。あるけど、その電波が弱かったりとかね、音がやかましいとかね、まず、いろいろ条件があってね、なかなかね、できんだ。まあ、本当はだから、携帯のさ、テザリング使うとか、ね、ポケット Wi-Fi っていうのがあるわね。あれ契約すればいいよ。ただお金かかるわな。ポケット Wi-Fi でどうだろう。月額3000円か4000円ぐらいじゃないかな。それ契約すれば Wi-Fi どんだけでも使える。どこでも使えるんだ。まあだからそれはそれでできるんだけど、まあいろいろ考えてるけど、まあちょっとそこまでしてやらんでもいいだろうということね。それから、明日、明後日ね、明後日は10日。
同化はね、名古屋のあるね、知っとる人がいてね、その人ね、免許を返しちゃった、警察に。家の前でね、家の近く、家の前だ、多分ね。2回娘の車に追突して。そんな娘の大事な車に追突したら、それは娘が怒ってさ、もう返してこいって言うわな。だでもお父さんはもう、ね、2回もぶち当たったんだからさ。まあ危ないで、まだね。まあ、車ぐらいならいいけど、人間に怪我させたら偉いことやで。もう返してこいって言われて返しに行っちゃう。その人が、なんか運びたいものがあるっていうんだな。この、要するに、その、名古屋から、刈谷っていうところあるの。愛知県の刈谷。どうだろう ?1 時間半ぐらいかかると思うけどね。まあ、レンタカー借りていくんだけどね。その人が貸し、自分じゃない、その人が借りてくれるんだけど、乗って、運転だけ自分するの。刈谷に行って、で、また名古屋に帰ってくるんだけど、要はこの発電機ね。G0 発電機。G0 エンジンの発電機。3000ワットって言うと、いや、そんなのエンジン、なんか防音装置になってると結構高いよ。防音になってると高いよね。発電機っていうのは。で、それを、なぁ、二人で持てるのかと。ちょっと心配してるけど、まあ、なんとかして積んで、名古屋に自宅に持ってくると。こういうことなの。その人がね、で、なんで自宅に持ってくるんだって言ったら、地震とかで、停電になった場合、自宅で使うって。そう。いつの話ですかって話。いつの話をしてるのって話。まあ、わからないな、それは。明日にも地震が来て停電になるかもしれないな。停電になったらそりゃ発電機動かしちゃう。家中の電気使えるってな。で、真っ暗でしょ?ね。周りが電気止まると真っ暗じゃん。ところが一軒だけ電気がついてすっごい目立つ。それ経験ある。自分はね、岐阜県の山奥でね。岐阜県の山奥で。米作っとったんだ。で、その時に発電機持っとったんだ。まあ、米作る時っていうかな、その農業だ、農業だな、行ってみたら、その時発電機っていろんなとこで使うんだ。だからあったの。2000ワットって、ガソリンの、やかましいんだっけ、防音じゃないから。まあ、いいんだ、やかましくても、電気は、使えるんでね。ガソリン入れたら使える。そういうのがあったんだ。でね、たまたま、雷、夕立っていうのかな、雷が鳴ってね。で、停電になった。田舎でね。で、花村すぐ回復するんだけど、まあ、要するに、発電機あったからね。もう発電機すぐエンジンかけて、電気つけたわけだ。電気だけね。とりあえず冷蔵庫とかなんか別にして、電気だけを二つ三つつけた。そしたらね、すごくね、目立ったっていうんだ。遠くからもね、見えたっていうんだ。あそこの家だけは電気がついてるっていうことでね、後から何人かから聞いたんだ。お前のとこだけ電気ついとったなって、こう、いいんだ、ね、ちょっとね、鼻が高いっていうかさ、まあ、いつ停電があるかわからんね。まあ、そういう準備はしといた方がいいけど、まあ、ジーゼルだとね、さらにいいわな。長時間使える。で、防音で、まあいいわな。もう本当に、そういうやつ、まあ、うちにも一つ欲しいくらい。まあ、いつ停電になるかわからんけど。それで、10日は、だから、レンタカーに乗って、75歳のおじさんを乗せて、名古屋から、8時にレンタカー借りて、それで、刈谷に行って、どこにあるか知らんよ。刈谷のどこにあるか知らんけど、そこで発電機を積んで、で、また名古屋に持ってくるんだよ。だけどね、そのおじさんがね、また多分ね、あっち行け、こっち行けって言うんだ。スーッと行って、スーッと帰ってくるんじゃない。せっかくここに来たからどっか寄ってこうみたいな。あ、そういや、ここ昔、よく、船に乗った人だから、ちょっとここ寄ってこうとかね。で、こっち行くと、いや、ここは昔からよく知っとる人だから、ね、何とかやらの社長だとか、専務だとか、なんか言ってた、ちょっと寄ってこいやとか、ね、夜。なんたもうおそらく夕方になる。まあ、困ったもんだけど、これもしょうがないな。まあ、それはまあ。まあ、その代わり、あれだよな、昼ご飯ぐらいは出してくれる。
その2000円ぐらいくれるかもしれない。なんかこの前はくれたで、確かに。なんかやったら2000円くれたで。くれる、もらうために、その2000円が欲しいためにやっとるわけじゃないけど、まあ、その人免許ないからさ、まあ、助けるつもりでやる。それにね、そこの、その人の家の前にね、もう10年ぐらい使ってないね、K のバンがある。もうまだ十分使えるって言っとるんだけどさ、どう見てもボロボロだけどさ、見た感じボロボロなんだけど使えるっていうの。で、その、なんかどこか、2、3箇所壊れてるらしい。で、それをね、修理しとるっていうの。明日も修理するらしい。で、動くようになったら、それをその自分で車検場に持ってくっていうのかな。で、それも自分が運転せないから。車検場に持ってくるわけだ。で、二人で車検場に行って、車検受けて、帰ってくる。それで、車検受ければ乗れるわけじゃん。どこでも行けるっていうこと。車検が受け、車検受けてナンバーもらえばいいわけじゃん。で、その、K で、自分が古物商の、露店ね。露店を今、古物のおじさんの軽トラに山積みして持ってって、店開いとるわけじゃん。それはなんていうの？自分は手伝いなわけじゃん。今の状況で言うとね。ところが明日やね、明後日、レンタカーでジーゼルエンジン取り行く人は、が今修理しとるわけじゃん。K のバンね。トラックじゃなくて、バン。それで、それが動くようになって、車検受けたら、もう、それはどこでも行けるってことな。ガソリンさえ入れればな。で、そうなったら、今度は片付け仕事があるわけ。平川さんが、車検ないと道路は走れません。いや、そんなの大丈夫だ。そんなもんね。ちゃんと、いや、市役所は、区役所か。あそこ行って臨時のナンバーもらってくる。臨時ナンバーっていうのがある。それをいくらか金出してもらってきて、それつけて車検場に行くんだ。で、車検場で車検受けてきて、それで帰ってきて正式なナンバーを受ける。そういうやり方。臨時、なんだったかな。なんとか言ってたな。そういう臨時のナンバーがある。こう斜めに線が入ったような、こうね。あれを、申請して持ってきてつける。それはそういうやり方がある。臨時。それで、その、K の番に、物を詰めて、露店を出すわけじゃん。今度は、まあ、いよいよ自分で独立してやっていくわけじゃん。そういう、それで、まあ、じゃあ、中身はどうするのって話じゃん。で、今度、片付けの仕事があるわけじゃん。いろんな、例えばここにね、老人が住んでましたと。ところが老人が具合が悪くなったから、もう老人施設に入りました。もう一人で住むにはちょっと、問題だから、老人施設に入りましたというと、そこの部屋を片付けないかも。次の人が、次の、まあ、カセルにしたって、何にしたって、物があったらあかんわけじゃん。だって、それを片付けるわけじゃん。その、そういう仕事を自分たちがやるから、その、古物のおじさんと自分が二人でやるわけじゃない。またね、この前やったんだもん。一回やっても、いやなるほど、こういうもんかと思ってやったんだけど、今度は、今日行ったらね、また仕事を、古物、片付けの仕事あるでな。まあ、日にちまだ決まってないけど、あるで。だけど、そんなにでかい家じゃないって。でかい部屋じゃないから、そんなにないって言ってた。いや、いいんだよ、それ。もうなくていいよ、もう。もう、この前、やっぱ大変だって、3階からさ、県営住宅のさ、3階からね、こんなでかい冷蔵庫、こんなでかいテレビね、もう一人で持てんような、テレビ、洗濯機ね。で、冷蔵庫も3台もあってさ、もう50年ぐらい前からね、全部、洗濯機があったんだ。洗濯機じゃない。冷蔵庫がなんでかってベランダに置いてある。ベランダに使わんもん、ボン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 置いてくるんだもん。で、ベランダにも物がいっぱいあってさ、で、そういうやつも片付けてくる。で、えらい目にあったんだよ。まあ、いいんだけどさ、おそらく、それはだいぶお金もらっとるだろうけど、いいよ。まあ、知らんよ。自分はいくらで受けたか聞いてないで知らんけどさ、まあ、それなりにもらった、受けた、なんで引き受けた金額は相当いっとったと思うんだけど。でね、
で、今度あるんだ。だからその時に、その売れそうなものを分けて、それを K の番に詰めて、それであっちの露店、こっちの露店、こっちの露店って言って回るわけじゃん。そういう風になる。で、いよいよこの自分でやる、やりだしてんで、やれ。やりゃ、ね、どうも採算合うかなと思ってね、ちょっと心配したんだけどさ。まあ、要は、K の番の維持費ね、ガソリン代、それから場所代、まあ、そのぐらいか。それが、ペイできればいいね。それが、支払えればいいわけだよ。そんな、まあ、そんなどえらい儲けようなと思ってないけどさ。まあ、そういうことで。で、その K の番を修理しとる、人ね、明日、明後日、乗せて、ディーゼル発電機取り行く、おじさんも、露店手伝ってくれるって言ったんだよ。本当にわからんけどね、本当かどうかやってくれるかどうか、わからんけど、だから、ね、どっかへの露店やる場合は、まず朝行ってさ、で、そこの、露店商、露店、そこのおじさんのとこ行って、そのおじさんを乗せて、で、ビューと行って、神社とかお寺の縁日だわな、そこに行って露店広げるんだけど、そこのね、そのおじさんがね、犬がおるんだ。そこの家にね。でね、散歩させなあかん。で、その散歩が、そのおじさんの仕事なんだ。どうしてか言うと、その奥さんいるんだけど、おるんだけど、なんか足が痛いらしいんだ。足だな、膝だったかな。どっか、ね、足の裏とか言っとったかな。なんか痛いらしいんだ。だから、犬の散歩ができんって。だから、その旦那さんに、いや、犬の散歩しろっていう言っとるわけだけど、で、露店行っちゃったらダメでしょ、そら。まあ、帰ってきたらやらないんだけど、だから、犬を連れてきゃいい。露天商の露天やるとこに犬も連れていくわけだ。で、それがね、いいだろうって話で、どういう話したんだ。そしたらね、すごいでかいね、箱を買ったんだ。何万円も出して、犬を、入れて運ぶの。それが大き、もう犬ね、柴犬なんで、柴犬だから大したことないんだ、大きさは。だからちっちゃいやつ買ってきゃいいのに、何これって、畳半分ぐらいあるよね。大きな箱を買って、家に置いとるわけじゃん、その中に、家の中に。で、その餌やるときに、その家の中に餌やるわけじゃん。で、犬はどうしても中に入って餌食べなかった。でも、すっかりその家に慣れちゃってるわけじゃん。その家中か、その、カゴに、犬が、カゴ大好きになっちゃったんだよ。で、いいんだけど、それは。ほんで、その、ね、その露店のものがいっぱい入っとるのに、それにさらにそのでかいね、カゴ、犬のカゴを乗せて犬をも連れていくということになると、その売るもんの場所が狭くなるじゃん。いや、そんなことは考えてないんだ。だからで、ね、どうなるんだ。いや、だから犬を抱っこしてきゃいいんだよ。犬を抱っこして乗っとる人おるじゃん、車。ああいうふうに抱っこしてきゃいいんだ。それでないと、そんなでかい、犬の入れ物持ってこられちゃう。どうもならんと思うんだけど、まあどうする知らんよ、それは。それは知らんよ。よし、まあいいや、何の話ってからこんな話。いや、ほんで、今日ね、ビットコイン、BTC、ビットコインがね、なんと、夕方6時ね、の641万だよ。で、今、これ多分上がっとると思う。今ビットコインが、このビットバンクのチャートで見るとね、一緒だな。あ、637万になっちゃった。これいくらだと641万か。ちょっと下がってるな。6時、夕方6時よりは、4万円ぐらい下がった。4万なんか下がったってどうってことはないんだ。下がったうちに入らん。まあ、もう横一線って感じだな。まあ、それで、で、自分が持っとる、仮想通貨ね、エイダ。これ1週間ぐらいのチャートだけど、ビューって上がったんだ。これね。177。
円90銭とこういう金額になったの。ビューッと上がった。だからね、エイザーはね、昨日か一昨日買ったらいかんと思ったな。これ上がったから。これが下がったなら買うね。それで、次行くよ。で、自分の持ってる仮想通貨でステラルーメンっていうのがあるんだけど、これがね、68円80銭ということで、1週間のチャートがビューと上がってちょっと下がったと。こういうふうに、ね。ステラルーメン。まあ、基本は上がっとるんだけどね。それからトロン。トロンコインね。トロン。これもう最近買ったんだけどね。トロン、16円10銭だな。うん。どうなるかビューと上がってちょっと下がったと。ステラルーメンに似てるな。それから、ファイルコインね。最近ちょっと買い増ししたファイルコイン。これね、16,482円。16,482円。ということで、一週間のチャートがこうね、ぐーって言って、なんかちょっと下がった。だから買ったんだ。これがビューと上がってたら買わんけど、なんとなく下がったから、おいし、今だって感じで、追加で買ったっていうことやな。で、どんだけになったかな。バイナンスっていうね、取引所、海外のバイナンス取引所で買ったということやな。それからリスク。リスクは971円。で、1週間の相場ビューと上がってちょっと下がったと。まあ、基本は上がってるんだけどね。それから、IOST。これはコインチェックであるんだけど、買った。確か、コインチェックで買っとるんだけど、7円29銭。で、こう、ビューッと上がってビューッと、まあ、ほとんど、まあ、横ばいってこんな感じだな。まあ、そういうようなことで仮想通貨は、いいか悪いか知らんけどさ。まあ、それで、明日は、4時ぐらいに起きてね、まあ、どっちみち起きてるけど、朝。で、4時ぐらいに起きて、まず、駅の方に行って、駅を通り越して歩いてね、歩いて駅まで40分ぐらいだ。40分で行って、通り越してさらに、15分ぐらい行くとコンビニがある。そこのコンビニに、よく喋るお兄ちゃんがおるもんで、そこで、しばらく喋ってコーヒー飲んで。で、それから、また駅に戻って、で、電車に乗って、で、電車乗って、明日は、そうそう、中村公園だから、ちくさっていうのがある。名古屋のちくさ。名古屋にちくさっていう JR の駅がある。そこに行って、そこで降りて、で、地下鉄に乗るわけ。乗り換える。で、地下鉄で乗って、中村公園っていうところで降りるわけ。で、エレベーターでビューターが、まあ、歩いて上がってもいいんだけど、それで歩いて、そうだな、歩いて5分ぐらいかな。うん。行くと、古物のおじさんの露店を出す場所っていうのが決まってるんだよね。毎回一緒なのに。そこ行って、露店を開くと。軽トラックから、軽トラから荷物を下ろして、テーブルのようなものを作って、そこの上にバーンといろんなものを並べるわけだ。で、まあ自分は担当が服だから、自分の担当服なんですよ、実は。衣類ね、服。で、この洗濯竿みたいなものを、こう、やって、そこに衣類をハンガーで並ぶばーっとかけていくわけ。で、かけきれんやったやつは、下にベニヤ板だな。ベニヤ板を置いて、そこに、服をきれいに畳んで、全部、ずーっと並べておくと。そうすると、お客さんが来て、まあ、気に入れば買っていくし、
気に入らないかばんと、こういう、そういう、それだけの、そういう話です。まあそういうことで、明日は天気はどうだったかな。天気は悪くないと思って、ね。古物のおじさんが今日会ったら、明日天気どうやねんって言ったら、明日はいいよって言ったんだけど。まあちょっと一応確認して。天気ね。まあ春日井市も名古屋市も天気は一緒、ほぼ一緒だからね。ちょっと待ってね。明日土曜日、土曜日じゃない。明日は日曜日。あ、そうで、日曜日ってことは、やっぱ多少人出があるかね。明日はずっと晴れだな。まあ、基本晴れだ。うん、で、11日も晴れ。じゃない、10日も晴れ曇り。で、11日が、まあ、また晴れ曇りだな。で、11日ね、つまり火曜日は、まあ、ここから歩いて10分ぐらいのところにね、なんとカレーの店があるんだよ。なんとカレーね。ネパールの人が、ネパール人が、やっとるね。まあ言ってみたら、カレー屋さんだな。そこで、午後2時。まあ行くのは1時なんだけど、そこで、まあ、なんとカレーを食べて、それで、2時から、この歌を歌うってことになって、それ、毎月ある。毎月行っとんの、そこ行って。もう、いや、来いよって言うから、来いよって言うから行っとんだけどさ。まあ、それはそれでいいんだけど。まあ、で、どういう、まあ、全員がネパール人なんだよ。店員さんが3人か4人ぐらい。いや、その時だけどこから来るのかしらって、だいたい4人ぐらいおるから。それで、そこで、歌を歌うと。こういう、マイクとね、アンプと持ってって、譜面台を持ってって、そこで歌を歌う。どういう歌を歌うか言うと、こういう歌。コツコツとアスファルト刻む足音を踏みしめる鍵、俺は俺で張り続けたいと、そう願った。花なのところたちに見えて、やりきれないことを数え、逃れられない闇の中で、今日も眠ったふりをする。失敗くらいに憧れた花の都だって思う、薄っぺらボストン鍛えと向かった、ざわついた願いそのカブト、天空すらもた正直さが、今頃になってやけに眠れるかし、あの幸せも飛んでよ、どこにお前はどこにもう行く、幸せのコンボだ、ほら舌を出して笑うだけだ、まあ、こういうふうに、まあ、
なんとカレーの店で買うんだけどさ、その向こうさんはさ、なんとネパールなの。日本じゃないんだよ。ネパールだから、なんていうの？英語は通じる。日本語はあんまり通じない。でね、で、どうするか言うと、その、この、Google のさ、あれ、あるね。これなんちょっともこれ、まあ、いかん。あったと。で、ここで、この、Google の翻訳のサイトを出すわけね。でね、これね、マイクがある。マイクが。コツコツとアスファルトに刻む。足音を踏みしめるたびに、俺は俺であり続けたいと、そう願ったと。え？いいか。Every time I stepped on the footsteps on the asphalt, I wanted to stay with me. こうやってやると向こうのその、ネパールの人はさ、わかったって。OK って。いや、本当かな ?OK。で、その、それで、まあ、それから次言うわけだね。それ、どこだった？あ、これか。幸せのトンボよ、どこへ、お前はどこへ飛んでいく。幸せのトンボが、ほら、舌を出して笑ってら。Where are you, happy dragonflies? Where are you flying, happy dragonflies? Stick out your tongue and laugh. こうやってやるとその大体外国人は OK、わかったって。で、この歌を歌うと、あ、なんだと。その歌はそういう歌なのかってことがわかる。ほんでまたこれ、ね、カレー屋さんでやる。雨、さんさんと、この身に落ちて、わずかばかりの、運の悪さを、妬んだりして、人は、悲しい、悲しいものですね。それでも、過去たちは、優しく、人生って不思議なものですね。これ、歌う前に、その、ね、ネパールの人に、ちょっと聞いてって、聞いとってって声だよね。People are sad and sad because they fall into this body and are jealous of a little bad luck. Still, the past are kind. いや、俺わからんよ。自分はわからんけど、向こうの、OK って、わかった。不思議な、不思議なんだ。わかったって。あ、そうです。わかりました。わかった。じゃあ今から歌うでいこう。雨。さんさんとこの海に落ちてわずかばかり運の悪さを妬んだりして分かったっていうんです。あれ、これは別にニューヨークでも一緒だし、それはカナダの、トロントでも同じなの、ね。同じ、みんな分かったっていう。OK っていう。OK っていう。いい。だからいいじゃん、それで。ちょっと待って。
どれからあとなんだった？わかりやすいのがいいな。これを言う、これはちょっと、いいね。もうちょっと待ってね。あれ。ソフトが出なかったし。イムジン川、水、記憶、とうとうと流れる。水鳥、自由に群がり飛び交うよ。我が祖国南の地、思いは遥か。イムジン川、水、記憶、とうとうと流れる。こういう歌や。で、こうや。The water of the Rimjin River flows cleanly and steadily. The water of the Rimjin River flows cleanly and steadily. これ今から歌うで撮って、その、やるわけ。もう漫画みたいな話じゃん。イムジン川が水記憶とうとうと流れる水と自由に群がり飛び交うよ我が祖国の地11日の、昼から1時、2時から、そのカレー屋さんで歌うと。そういうことね。まあ、それはそれでいいということで。よし、今日もこれで終わりたいと思いますが、明日はできるかどうかわからない。あ、多分できない。もう、要するに環境が、できる環境がない。ないってことね。どっかにあると思うんだけど。見つからんと。こういうことで。明日はできんけど、明後日はまたできると思う。っていうのは、あれだから。ん？ちょっと待ってね。明後日もできんかもしれない。よし、そういうことで、その、カレー屋さんでやったときは、カレー屋さんが撮ってくれるで、動画をね。それはアップロードできる。きっとで。よし、それで、皆さん、どうもありがとうございました。また、来てください。お願いします。